衆議院宮城2区候補者大内真理へ皆様にご期待をさせていただきます。冷たい雨風の中、こうしてお集まりくださった皆さん、本当にありがとうございます。通勤通学途中の皆さん、おはようございます。私はこの度解散総選挙でここ宮城野区、若林区、泉区にまたがる小選挙区宮城2区から立候補いたします。日本共産党の大内真理と申します。どうぞよろしくお願いいたします。厚生労働省事務官として4年働き、その後青年、女性、子どもたち、被災者の皆さんの声を政治に届けるために日本共産党県女性指導部長として頑張ってきました。脱原発宮城金曜でもストップ秘密保護法ネットワーク宮城、放射能汚染から子どもたちを守ろうと県内各地の多くの皆さんと手を心をつなぎながら頑張ってきた。そのことは私にとって誇りです。5歳の子供を持つ母親として改めて感じるのは、子供たちが伸び伸びと成長し続けるための保障であり、平和を守り暮らしやすい社会、どうやって子供たちに手渡していくのかということです。安倍政権は消費税の 10%、 GDP の2期連続マイナスを受けて先送りを決めました。しかし皆さん、2017年にはどんな経済状態であっても消費税の増税 10% 必ずやると言っているではありませんか。今のこの経済悪化、もたらしたのは安倍政権の数々の暴走の上に 8% に消費税が増税された増税不況そのものではありませんか。東北大学が調査した結果でも、消費税の 8% 増税で景気が悪くなった、 10% に増税されたらもう被災地はやっていけない、このような調査結果も出ています。これ以上の景気悪化許すわけにはまいりません。被災地の復興、足を引っ張る消費税の 10% 増税はご一緒に中止をさせましょう。私たち日本共産党は消費税に頼らない別の道があることを提案しております。大企業や大資産家、1億円以上持っている方々、税金を今大きく分けてもらっています。労働者の皆さんから絞り取ったボロ儲けのボロの部分はせめて社会に還元をしてほしい。そしてその財源で累進課税で所得の再分配を行って社会保障を充実させること、これは私たち経済格差をなくす唯一の道だと小中学校の時にすでに習っているではありませんか。経済も国民や主人公、この道を日本共産党と私大内真理とご一緒に進めていきたい。どうかご一緒に頑張りましょう。私は福島県米農家の娘でした。原発の事故が起きた時、目の前が真っ暗になりました。まずは当選してから、はい、子供たちを放射能汚染から守りたい、そのくたぶりの日々が始まりました。鍋底が抜けるような原発の事故、収束の見通しは全く立たず、汚染は海へ空へと広がっています。
今やらなくてはいけないのは、福島の原発事故収束のために、それと子どもたちを放射能汚染から守るために、この2つのことに全ての力を集中し実践するのが、まず先決ではありませんか。目の前で一大事故が進行しているこの時に、それを全く無視して原発の新たな火山の国であり地震の国である、この小さな島国日本で新たな危険に首を突っ込む、原発の再稼働や輸出再処理など論外ではありませんか。今一機も動いていない原発、このままハードへと進める政治決断、ご一緒に進めてまいりましょう。廃炉作業に進むことで、今原発で働いている人たちの雇用を守ることもできます。原発をなくすという政治決断をしてこそ、再生可能エネルギーや再生可能エネルギーの研究や開発も大きく進めることができます。これまでひたすらエネルギーを浪費し続けてきた生き方自体も改めて、私たちが住んでいる地球のこと、そして子どもたちの未来のことを何よりも優先に考えた、足りないものは補い合う持続可能な社会の在り方、ご一緒に作っていこうではありませんか。経済効率最優先という考え方、価値観のもとで勝ち組、負け組、自己責任という考え方が押し付けられてきました。何十社就職試験受けても受からない、ようやく就職できたと思ったら長時間過密労働、ブラック企業に心身をすりつぶされて放り出される若者の皆さん、たくさん出会ってきました。ネットカフェに寝泊まりし、日雇いの仕事で命をつなぐ若者の皆さんをはじめ、青年の皆さんから働く実態アンケートを集めて、国や県に働きかけ、宮城県に青年雇用特別議会を設置させることもできました。今女性や若者の2人に1人が非正規労働者です。低賃金で結婚も子育てもままならない学生の皆さんは、奨学金という1000万円近くもの借金を背負って就職活動に駆り立てられています。ブラックバイトにすりつぶされて学業に身が入らない、そのような訴えもたくさん聞いてきました。若者が未来に希望が持てない、こんな世の中おかしいです。ヨーロッパでは学費無料、医療費無料、お給料が出る就職訓練も実現できています。一遍には難しくても、主権者である私たち国民が望めば一つ一つなら実現できるのではないでしょうか。日本共産党と私大内舞とご一緒に、若者が未来に希望の持てる日本、ご一緒に作ってまいりましょう。昨年12月に強行採決された特定秘密保護法、今年7月に閣議決定された集団的自衛権の行使容認、そして69年前の日本が行った戦争を、仕方がなかったんだ、正しかったんだと世界に向けて発信する日本政府によって、日本は反省のない国、野蛮な国だと世界から見られています。しかし一方で、東南アジア諸国連合のように、国と国との話し合い、年間1000回以上を行って、揉め事があっても全部話し合いで解決する、こういう前向きの動きも世界では広がっています。どちらの方に未来があるでしょうか。私は子どもたちに、他国の
人とも仲良くしてほしい。日本は憲法9条を持つ国です。憲法9条を生かした平和外交こそ世界に向けて発信していきたい宝ではないでしょうか。日本共産党と私大内真理はこれまでも国民の皆さん一人一人が自分らしく人間らしく生きられる社会実現するために頑張ってきました。日本共産党は党を作って92年反戦平和を貫いて国民が主人公の立場で企業献金も政党助成金もただの1円も受け取っていない国民のために最後まで頑張り続ける政党です。今度の解散総選挙で私たちの国民の願いが本当に生きる社会実現してまいりましょう。比例代表選挙では日本共産党と政党名をお書きくださる方を広めてください。日本共産党の高橋千鶴子さん東北被災地の宝の議席です。高橋千鶴子さんを何としても国会に押し上げるためには日本共産党と比例で政党名を書いてくださる方がたくさんたくさん必要です。そして合わせて日本共産党の議席もっともっと増やしてください。皆さんとご一緒に政治を変える確かな力となります。そしてここ宮城野区若林区泉区にまたがる小選挙区宮城2区では